はい、それではですね、午後の部ということで吉田劇場を今から早速参りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私がですね、今回結構今まではその半年間ですね、自分自身で決めてたことがありまして、で日本にちょっといたんですね。でそれ何でいたかっていうと、ちょっととりあえず僕はちょっといろんなものに手をつけるのが苦手で、どっちかというと一点集中するのが好きなタイプで、もうごっちゃ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 するともう手にも足にも負えない状態で、ビジネスがうまくいかないんですよね。でそういう時ってやっぱりこう雑音が入ったりとかするんで、何してたかっていうと英語だけやってたんですよ。もう毎日英語だけ、もうこれずっとやってました。もういろんな人から珍しいね日本にいるのみたいなこと言われてたんですけども、もうずっと英語だけで、その時にやってたそのまあきっと皆さん、この英語っていうのは確実に大事。今からワールドワイドにみんなで生きてほしいなと僕は思ってるんですよ。なんでかっていうと、やっぱりこういろんな世界中に友達を作りたいだけ。そしていろんなところに行くきっかけを作っていきたい。そしてまた仲間たちがもっともっと行ってほしい。っていうただその気持ちだけ。で、英語もやっぱり行ったら、現地に行ったら話さないといけないから、とにかくやること、英語は。でも今言っても、そんなこと言ってもできないよって言うかもしれないんですけど、まあ、今いろんなトレーニングがありますよね。その僕はとにかく何をやってるかっていうと、教科書、中学校1年から3年の公文式の赤のやつがあるんですけども、その教科書をとにかく何が大事かっていうと、僕はいつもね、何かやるときになんでそれが大事なのかっていうのをいつも追求してるんですよね。理由付けするんですよ。じゃないとやるきっかけできない。じゃあ何をやってるかっていうと、公文の文法をまず覚えるために、1年から3年までの中学校1年から3年までの公文の文法を覚えれば、とにかく英語を話せるレベルまでいけるんですよ。で、もう一つ単語の本があるんですけども、1900個の単語があるんです、英語に大事なのは。それをもうひたすら暗記する。そしたらある程度の単語の1900個の単語は絶対に暗記すれば聞こえるわけですよ。あと文法で組み合わせて自分で話すわけですよ。これが一番簡単なメソッド。いろんな3分で英語を話せますとか、何日で1週間で話せますって多分無理と思う。難しいと思う。なぜかというと単語が分かってないし聞こえないし、1900個の単語あるから、やっぱりそれだけそのメソッドっていうのは重要かなと思うし、迷ってほしくない。こちらにですね、YouTube のチャンネル登録するところもありますので、ぜひチャンネル登録してください。